黒部とは、漢字を部首により分類したものの一つ。後期辞典二214部首では203番が目に置かれる。黒字は、色の一種で、黒色を指す。火のくすぶりによって現れる色である。また、暗黒というように、光がない暗闇の色でもある。また、中国伝統思想の範疇である五行では、北方、水の色とされる。また、黒字で、 暗闇自体を意味することもある。同じく黒色を表す字に、弦があるが、弦が天の色で包み込むような、深淵な黒色であるのに対し、黒は他の場所とは区別される部分的な黒色である。その字型は、説問会時によると、下部の炎による煙が、上部の窓から出る様子にかたどり、火によっていぶり出される色を表すという。また、中央の、火は、 肘ではなく、人の体で、上部の囲いは窓でなく、汚れた人の顔であり、火によって炙られた人の顔がすすけて汚れている様子に、かたどるといった説がある。変貌のイフとしては、黒色や汚れに関することを示す。黒部は、このようなイフを、構成要素に持つ漢字を収める。なお、イフであっても、訓字は、下部に、墨字は土部に収められている。 印刷書体において、後期辞典は、囲いの内部が逆派の字型である、黒を採用しており、現代の中国、台湾、香港でもこれに従う。日本の新字体は、黒のように囲いの内部を、銃としている。なお、表外漢字においては、後期辞典に従い、黒を用いる。黒。ありがとうございます。